逃走で木箱に入った娘を探せだと？この私にこんな依頼をよこすとは。先ほどの点で何のつもりだ。ふん、まあいい、手が空いておらぬわけではないからな。だが一人で行くのも尺だ。他に暇を持て余している者は。なんじゃ、何やら嫌な予感がするわ。冷たいの。時間を移動できるってすげえよな。けどよ、俺もう訳が分かんなくなってんぜ。気にすんな、トシエ。わしも正直わからんわ。秀吉、お前がかよ。つまり相当複雑ってこったな。あなたの血塗られた剣、最高。私、あなたの虜になっちゃうかも。傲慢な女神め、俺を籠絡する気か。次は何をねだる。頼もしい。じゃあ、あなたと一緒にもっと残虐なことしたいな。芝居がかった言い回し、やめてく。よう、今日は
どうするんだ。いらっしゃいませ。本日はどのようなご用件で？こんな安らぎがあるなんて、長いこと忘れていた気がします。こうしてみんなと食事ができるなんて、私にはもう二度とないと思ってた。強い酒は魂を洗うのに一番良い。さあ、どんどんやれ。遠慮は無用ぞ。ありがとうございました。高層の地で木箱に入った娘を探せ。謎の指令を受けた芝居は暇に明かせて高層に赴いた。同行するのは同じく暇を持て余していた伊達政宗である。当時高層は張角率いる黄巾党の支配下にあった。九段の木箱は彼らの荷物の中に紛れ込んでいる可能性が高い。
その娘は何者なのか、そもそもなぜ木箱の中に入っているのか、いまいち釈然としないまま、シバイラは黄金島の本拠に潜入した。改めて問うが、何故我らはかようなところにおる。貴様バカか、箱に入った娘を探すためだと言っただろう。バカめ、その理由を尋ねておる。バカめが、我らの手が空いていたからに決まっている。胸を張って言うことがバカめ。バカバカ言い飽きたゆえ聞き飽きたわ。ならばさっさと片付けるぞ。娘の入った木箱を探せ。くだらしいことだ、さっさと片付けるぞ。お前たち何者だ。よもや聴覚様のお命を狙う賊か。騒ぎなバカめ、わしらは木箱を探しておるだけじゃ。聴覚様には誰も近づけんぞ。長領様と長宝様の術があるのだからな。
しろ。悔しいな。ここは引かねば。見るか。痛めろ。敵将打ち取っちゃった。これほどの木箱が集められているとは。どこに隠れているのよ。何だね。一つずつ壊していくしかあるまい。それじゃあ次は宝。さよなら。敵衆だ。兵糧庫が襲われてるぞ。余計な手間をかけさせよって何を考えて木箱の中になど入ったのだ。ふん、どうやっても蓋は開かぬ。どうやら術で閉ざされているようだな。術者でなければ開けぬか。ボロークに侵入者だと。早急に排除せよ。行ってみるか。誤解は解けそうにないな。ショウなら面倒くさというところだ。さよなら。期待通りの働きだ。褒めてやろう。不運長久にて誠に執着。さあ俺と勝負だ。覚悟しろ。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。いやしい兵糧泥棒め、剣に代わって出してくれる。違うわ。その箱入りの娘がだな。イタブロッド。わしの話を聞かれた。ただの泥棒じゃねえ。天下の義賊の人助けよ。あやがてしてすまなかった。そういうことならば兄上に頼むとよい。同志たちよ、警戒するのだ。イタブロッド。
の？ただの風ではないな。妖術ならば術者を倒さねば消えまい。天に逆らう愚物め、天候将軍のもとへは行かせぬぞ。だから箱入りの娘をだな。もうよいわ。を阻む妖術が消えたら聴覚のところへ向かうぞ。敵将討ち取っちゃった。誠に執着。期待通りの働きだ。褒めてやろう。貴様に頼みがある。術で閉ざされた箱を開けることはできるか。天の奇跡を用いればたやすきことぞ。なんじゃ、そのために参った。ならばそう言えばよいもの。天意に従い、汝を解放せん。怖い顔をしておるが、良い奴なのじゃ。バカめが。お前を助けたのはその成り行きだ。うん、さようか。でも嬉しかったのじゃ。そうか。ああ楽しかったっと。そなた、何故木箱などに入っておった。木箱に入っておればいろいろな場所へ行けるのさ。わらわはいろいろな場所へ行き、いろいろなことを知りたいのさ。バカに懲りておらんようじゃな。オム、決めたぞ。わらわはそちたちと共に行く。きっと木箱に入っておるよりもいろいろなことを学べよう。小娘など足手まといにしかならぬが、二
再び木箱に入られるよりはマシか。この縁もっての導きであろう。我も共に参ろうぞ。やるではないか。さすがよ。聴覚、貴様は奇跡奇跡とほざくが、わしはそんなものは信じぬ。まことに奇跡を起こせるならば、今ここで何か奇跡を見せてみよう。哀れなり、奇跡は信じる者にのみ現れる。天を信じる者に奇跡は見えぬであろう。神さんは天の与えたもと奇跡、その際をもって好天の子らを救うがよいぞ。いつまでバカなことをほざいているのだ。この異界に蒼天も好天もないわ、ボングメが。恐れるボングメが、悔い改めればいずれ裁きが下ろうぞ。娘、我の同志となられるか。同志？ははー、ダチのことじゃな。オム、聴覚は面白いゆえ良いぞ。おお、好天の子がここにまた一人。天よ、この出会い感謝いたしますぞ。いいんじゃねえか。せっかくだ、俺もダチを増やすとするか。むむ、またよからぬことを考えていよう。孫の言うダチとは女子のことじゃな。戦場でボングにうろつかれては迷惑だ。失せるがいい小娘。目つきが悪いのに辛辣なことを申すの。うむ、もしやわらわを心配しておるのか。バカめが、誰が小娘の心配などするか。くだらぬ。父上、故郷の皆は元気にしておるかの。みんなきっと元気にしていますよ。それに必ず帰れます。
安心なさい。また来てくれよ。人は人なれ、花は花なれ。共にあり。天には我と共にあり。いらっしゃいませ。本日はどのようなご用件で？ねえ、世間の私の評価低すぎじゃない？こんな美少女捕まえて、クマとか怪力姫とかさ。俺たちの熱き絆、この杯に誓おう。楽しき宴だ。俺も興が乗ってきたぞ。笛を吹くゆえ、他祖合わせて待ってくれ。
ありがとうございます。いらっしゃいませ。本日はどのような、ありがとうございました。